日本は海と山が隣接してある場所です。ここにある棚田も結構海に近いところで棚田が残っているところがありますが、今耕作放逐と言われて、棚田での生産性の悪さから、ここが放りっぱなしになって、棚田の役目を果たさなくなっているところがあります。今私たちは NPO 地域創生機構としては、この棚田の雑草を一度刈り上げて、それから耕して、土手を作って、そこで、新しい農業を始めたいと。例えばこのような棚田の中でお米を作っても、なかなか最近はお米離れがしてますので販売するのが難しいわけですけど、お米も作ってもいいんですけど、例えば二次加工ができるものとか、例えばハーブを作る、ハーブを作ったらそれでアロマオイルを作る、ハンドクリームを作る、まあいろんなことができると思いますね。薬草を作って、昔から、例えばヨモギっていうのはヨモギ餅になったり、いろんな形で使われると思います。私たちは糖尿病がちょっとありますので、炭水化物はあまり食べられないわけですけど、ヤーコンとか菊芋、これは畑のインスリンと言います。このヤーコンとか菊芋を例えば、炭というもの、竹炭というもので食べれるものがありますから、それと混ぜることによってドライフルーツで味をつけることによってごまをかけた黒いクッキー、そのような商品開発もできるのではないかと思って、今日は棚田で漁業をしようというお話を しようと思います。この段々畑で物を作るわけですけど、いくつかは船濃い土壌、そんなものを作って無農薬だよっていうことを別に大きな声を出さなくても、これをサイレントアドバタイジングと言いますけど、ここの段々畑では下の方でこんなオタマジャクシだとかカエルだとかいっぱいいますよ、ぜひ私たちの棚田で作った商品を皆さん、小さな通販ですけど広めていただきたいな、そんなことで今日は全国の棚田に対して一家族が一棚田の里親オーナーになったら日本は変わるのではないかな、社会は変わる、地域が変わる、まあそのような運動を NPO 地域創生機構は進めています。